諫早市の上江干拓地で12日に市民が見つけた野鳥の死骸から鳥インフルエンザウイルスが検出され高病原性の H5 ガ型と確認されました国立環境研究所で検体の遺伝子検査をした結果おととい A 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されきょう高病原性 H5 ガ型と確認されました 県は県内の養鶏関係者らおよそ20人を集めた防疫対策会議を開き、農場周辺の消毒の徹底や防鳥ネットの点検などをお願いしました。経営者の周りにはですね、すでにウイルスが迫ってきていること、それから潜んでいること、これをですね、改めて強く認識をしていただきたいと思います。 県内の課金使用農場127個で異常は確認されておらず消毒用の石灰もすでに散布済みですまた夕方には関係部局を集めた警戒連絡会議を開き県内に4か所ある生きたニワトリを食肉用に処理する食腸処理場や動物園の鳥に異常がないことを確認しました